待って、かかってきたんだけど。行きます。待って、繋がらないんだけど。なんで繋がらないの、これ。ちょっとまず許せないんだけど。え、待って。折り返しまたくれた。もしかしてこの人、今。もしもし。もしもし。不在着信のところにいたので、入っちゃいました。ありがとう。かけ直してくれて。今何してるの？今は勉強してたんですけど疲れて、ベッドも開きました。お疲れ。勉強偉いね。ありがとうございます。今いくつだっけ？13です。11、12だ。12じゃん。いや、11です。分かってたけどね。部活とか頑張ってる？部活ちょっとコロナでなくなってて。マジか。許せねえな、コロナ。ああ、許せねえ。ごめん、ちょっと取り乱しちゃった。シュークチムさん。はい。めっちゃ呼びづらい。シューちゃんって呼ぶね。はい。声友は一週間ぶりぐらいに開けました。運命だね。シューちゃんは何をきっかけにやり始めたの？なんか、今まで通話アプリ入れようと思って最初斉藤さんが一番無難かなと思ったんですけど、変態多いって聞くじゃないですか。呼んだ？ごめん、間違えた。話だけの変態ならまだいいんですよ。あれあれ、一緒にやろうとか言ってくる人無理なんで。キモい。そういうのキモくないですか？それまず無理。だから、こういう友ならまだマシかなと思って入れました。そういうことか。私も女なんだけど、本当は女なんですか？そうです。声を作って男にしてるんだけど。声作ってるんですか？低い声出ないんで。低い声の出し方教えてあげようか？すごい。ちょっとね、自分に戻しました。なんか私も斉藤さんもともと結構やってたんですけど。え、声かわいい。本当にありがとうございます。感動なんかしました。ありがとうございます。声友で女の子とやりたいですって言うんですけど、うん、全然来ないからすぐに投稿消しちゃうんですよ。ああ、なるほどね。久々になんかかかってきたと思ったら、うん、あのるいくんさんとなんかロリコンっていう名前の人がかかってきて、やば、うん、だからすぐ切って、うん、あ、なんか来てると思ったらいて、ちょっとなんか嬉しくなりました。 ありがとう。うわ、すごい。あの、実は私、はい、あの、YouTuber なんですよ。え、すごい。チェルシーって言うんだけど。え、知ってます。あ、マジ？はい。ありがとうございます。はい、どうも、チェルシーだよーっていう人なんですけど。え、本物ですか？あの、なんか友達が押してて。本物ですよ。友達にチェルシーから電話かかってきたって言っといて。はい、自慢します。あの、今ね、実はね、YouTube で配信してるんですよ。え、マジですか？マジです。え、ほんまや。え、ほんまや。ほんまなんすよ。え、すごい。ちょっと気ましてきます。ありがとうね、バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。嬉しい。イエイイエイ。え、嬉しい。